マジかよ。今のはちょっと前が車間狭まっちゃってますけど、まあちょっと今のトラックのためにはちょっと譲るっていうか、まあ入るしかなくて、ちゃんと後ろの軽にもちゃんと今謝っときましたんで、まあ問題ないでしょう。前別の動画の要は左側から車が来てて、だけどちょっと右側の追い越し車線っていうか右側の車線にも避けてあげらんなくてっていうのはありましたけど、まあ今の場合は確実に避けることができたし、そのちょっと微妙に後ろの軽トラックがちょっと狭かったんですけど、まあでもちゃんとハザードで謝罪して、ちょっと狭いのに入れさせてもらってごめんねみたいな感じで、ちょっとまあ謝り入れたんで、多分向こうも分かってくれたと思いますね。ちゃんとそのトラックが来てたから、まあ譲るために入ったんだろうみたいな。だから特に、怒ってるようなそういう感じは見受けられなかったので、まあ問題ない譲り合いっていうか、そういう行動だったんじゃないかなとは思いますね。じゃあ以上です。